ずしてです。4343はい、今日何こっちカメラね。はい、そういうわけでね、よろしくお願いします。8時までもうちょっとです。あと40秒。これ今、クールジャパン沖縄のね番宣かかってます今。牛乳とコッペパン、コッペパン。ブーって言ったら8時だよ。はい、5秒前。行きまーす。はい、そういうわけで毎週ゴールデン曜日のゴールデンタイム、毎週金曜日の午後8時からはアニマ兄貴のクールジャパン沖縄、こちら FM 沖縄 79.7MHz でお届けしております。今からね、26分ちょっとぐらいね、最後までねお楽しみください。よろしくお願いいたします。私、アニマ兄貴こと金沢智也でございます。まあね、いろんなね、まあ番組ありますけれども、まあ一番もうね FM 宜野湾中最もやる気のない番組ということでね、知られてますんでね、まあ今日のね、まあテーマはね、今日はもう6月最終日ということで、今日は今日6月最終日というのがテーマでございます。今日はね、そういう感じで、最後までお届けいたします。なお、この番組は FM79.7MHz、FM79.7MHz、FM 宜野湾の地上波でもお届けしておりますけれども、それ以外にも、ツイキャス、それからユーストリームというネット配信も行っております。また、ツイキャス、インターネットラジオ、サイマルラジオの方でもね、音楽、そして音声、両方の方でお楽しみいただけますのでね、皆さんそちらの方でもよろしくお願いいたします。またね、メッセージの方はね、メールでいただくとね、読み上げるのが来週になってしまいますので、できたらツイキャス、ツイートキャスティングね、こちらの FM 宜野湾の方から、まあ、FM 宜野湾のホームページの方からね、視聴することができますので、そちらの方からね、メッセージいただけるとありがたいなと思います。リアルタイムでガンガン読んできますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いください。駆け抜けていく、ここは開かずの踏切。
そういうわけでね、本日お届けした1曲目というかオープニングでお届けいたしましたのは、モップスというね、鈴木博道さんがね、まあ、リーダーをやっていたバンドなんですけども、そちらの方から開かずの踏切をお届けいたしました。いつもねアニメとかね、映画とか、まあ、そういうのにね関連する曲をお届けしてるわけですけれども、今のね開かずの踏切というのは1970年代の SF にね、すごく影響を与えてまして、例えばまあメシメリ街道というね、SF 小説があるんですけども、こちらの元になったりとか、あとはね有名なところで X 電車で行こうね、アニメ映画にもなりましたけど X 電車行こうのねモチーフにもなった映画でございます、曲でございます。そういうわけで1曲目モップスの、開かずの踏切でお届けいたしました。まあね、この開かずの踏切という曲ね、井上陽水さんのねバージョンでは、ものすごい有名なんですけども、元曲がこちらのねモップスの開かずの踏切でございます。まあね、今日はねそういうわけでね、いろいろね、まあ、6月最終日ということで、ね、6月最終日、6月のねで総括をするんではなくて、久々にね来月7月1日以降ね、明日か、もう明日7月1日ですよ。もうね今年後半ですからね、もう今年もう7、8、9、10、11、12終わりですよ。あと5ヶ月で終わりですよ。どうします皆さんね、もうあと3ヶ月でハロウィンね、プラス2ヶ月経たずにもうすでにクリスマスね、こんな感じでございますんでね、もうそれを過ぎるとね2、3週間で、お正月でございます来年のね、まあそんな感じで、その前にね、7月といえばね今月を楽しみにしているのがね、やっぱりまあ竜王戦ね、将棋の竜王戦でね、あの藤井四段がどこまで勝つのかっていうところなんでございますけれどもね、まあ竜王にね10、まあ7月のね、後半だっけ、ね、7月の後半にね、あの今の藤井四段、14歳から15歳になってしまうわけですけれども、それでも15歳でね、あの竜王になったら大変なもんでね、あの今まで一番若いのが羽生名人っていうか羽生七冠王の、あれですよね、羽生今現三冠王ですけれども、羽生三冠王の持つ19歳で竜王、それから渡辺現竜王の20歳で竜王というのがね、これがもう竜王だとか名人位だとかのね、あの最も若い、まあ年齢でね、あのタイトル獲得した年齢なんですけども、今将棋ブームでね、がっつり将棋ブームが今来てるわけですけども、私なんか今まで将棋のネタでね喋った試しがないんですけれどもね、まああのーあの私にわかではございません。あの20年ぐらい前からね、もうずっとね将棋のことについていろいろね、いろんなところで、あのまあツイッターじゃないけどブログとかねミクシーとかではねいろいろ書いてたんでございますけれどもね、なんか将棋ブームがようやく来てね、ちょっと面白かったな、面白くなってきたかなっていうところであります。まあ羽生現三冠王が七冠独占っていうか七冠王になった時よりも今の方が全然ね全く受けてるわけですしね、あとまあに、まあ、現プロ棋士の中で21世紀生まれただ一人ですからね、21世紀生まれっていうのは、まあ21世紀生まれって囲碁将棋、まあ、よくね囲碁と将棋って言われるんですけども、ね、囲碁将棋の世界で言えば将棋では今の藤井四段ね、もう一つ注目してもらいたいのが去年ね囲碁の世界ではね、あのやっぱり2001年生まれでね、女の子がねまだ15?16?ね、21世紀生まれの16歳の女の子がね、プロ、まあ囲碁の方でも棋士ですからプロ棋士になってますんで、ね、囲碁の世界でもこちらのもねぜひね注目していただきたいなと、将棋だけじゃなくて囲碁の方にも21世紀生まれの女の子天才いますんで、そっちを注目していただきたいなと思ってますけれども、まあ、近いうちにね、あのうちの息子がね、あの藤井四段にちょっと似てるんで、ね、あのゲスト席の方にちょっとうちの息子座らせて藤井四段呼んだよって嘘ついてちょっと番組やろうかなと思ってるんですけども、ラジオの地上波の方ではねあの全然見えないんでね、あのユーストリームとツイキャスでしか楽しめませんけれども、まあ、そういうことでね、まあ7月のちょっとイベント情報ということでね、6月、まあ、今日最終日ですよ、もう6月終わりでね、で、まあ、まあ7月いろいろね、まあ、7月イベントあるんですけれども、まあ明日明後日はまあいつもの通りね、毎月第1の土曜日日曜日はキャンプポスター、ね、茶壇のね茶壇にある米軍基地でございますけれども、こちらのキャンプポスターの方、まあ入り口としてはね、茶壇にあるびっくりドンキーの向かい側、こちらのねフリーマーケットがあります明日明後日ですね。
今度はねそれを過ぎると宜野湾明日、あ、同じく明日ですね、明日ね宜野湾の海浜公園でもフリーマーケットがあるんですよ。キャンプポスターの中でもフリーマーケットありますけども、宜野湾の方はなんと朝8時から、宜野湾海浜公園の方でフリーマーケットございます。何時までっていうのはねちょっとね、僕は分からないんです。興味ある方はねググって調べてみてください。確かね8時半からスタートしてお昼にね、終了だったような、お昼に終了ですね確かね、そんな感じなんで朝8時だよ、宜野湾全員集合ということで宜野湾海浜公園でのフリーマーケット開催で、こちらの方ではね、にゃんこのプチとジョート会も開催予定ということでね、保健所の協力で、子猫のね可愛い子猫のね、譲渡会もございます。興味のある方はぜひね明日の朝8時ね宜野湾海浜公園の方に、いらっしゃるといいかなと思います。それからね、同じく明日、こちらのね時間はね、何時なのかな、午後なのかな、ね、こっちも、興味ある方は、ね、ライカムの、ね、ホームページ見て調べてください。よかったら、あ1時だごめんなさい、俺もう老眼でね近眼だから目悪いからねごめんなさい。1時半からね、ラジオ公開生放送、まあ、あのラジオ沖縄っていうねあの FM 技能ではございませんけどラジオ沖縄の、ね、ラジオ公開放送で、比嘉恵子 with シュビーズとそれからティンクティンクがね出演して、ラジオ公開生放送ね、2017年沖縄県産品フェアスペシャル、in ライカムということでライカムのね、ライカムに特設ステージができて、それであと他にもねあの MC がねあの落語家のね、北山てメンソーレさんだったりとかねするんで、あ、ね、まあ、もう一回出演の言いますけど比嘉恵子ウィズシュビーズとそしてティンクティンクが出演します。こちらの方もね観覧無料でございます。あ、そうそう、さっきのフリーマーケットの方もねどちらもね入場とか参加は無料ですので、まあ、よろしかったらそちらの方来ていただけると嬉しいなと思います。宜野湾でのねイベントね、来回もより宜野湾来なきゃねって感じですよね。まあ、近場で言うとね、あの順番で言えば朝8時から、宜野湾海浜公園のフリーマーケット行って、それからお昼12時から、茶壇にあるね、フリーマーケットキャンプポスターのフリーマーケット行って、それから、午後1時半からね、ライカムの方でティンクティンクのライブ見ればいいかなとも思います。そしてね明後日日曜日なんですけども、私もこれ前から注目してるんですけれども、マーチングバード世界大会出場ということでね、本当に日本中だけじゃなくて世界中から注目されてる西原高等学校ですね、こちらの方の、チャリティーコンサートの方が行われます。7月2日ね、具志川体育館ですね、7月2日日曜日行われます。こちらの方はね、それともう一つがね、こちらチャリティーコンサートなんですけども入場料あるんですけれどもね、まあ、調べてください。で同じくね7月2日なんですけれども、こちらのはね観覧無料でございます。イオン具志川店、よかったらイオン具志川店のホームページのをご覧ください。イオン具志川店の方で、世界大会出場記念西原高等学校マーチングバンドインイオン具志川ライブということでね、こちら観覧無料でございます。同じく7月2日の日曜日ですけれども、イオン具志川店の方で西原高校の世界ね、世界レベルのね、マーチングがマーチング部がね、マーチング部のライブが見ることができますので、皆さんよかったらそちらの方もね、まあ、もうこういうのがねクールジャパン沖縄なんですよ。沖縄の文化をね、世界にねもうなんて言うんだろう、流そうというところがね。まあ、同じく日曜日なんですけれども、こちらの方は、まあ、もう6月23日に締め切られているので、残念ながら新しく応募することはできませんけど、多分ここではアニソンとかいっぱい聞けると思います。イエーイ。イオン茶壇店ね、イオン具志川ではありませんよ。こちらのイオン具志川の方は7月2日は、西原高校マーチングバンド、そして、同じく7月2日ね日曜日、キッズカラオケコンテストインイオン茶壇店ということでね、イオン茶壇店プレゼンツキッズカラオケコンテストということで参加者、大募集って言っても6月23日に締め切られてたなこれな。でもきっとね、キッズカラオケですから多分アニソンとか特ソンとかいっぱい聴けるんじゃないかなと期待しているんですけれども、どうなんでしょうか。ちょっと全然来なかったらがっかりだよね。で同じく7月2日ね、同じくイオン茶壇店
ね、イオンチャタンって分かりますよね、あのアメリカンビーチの横にあるイオンですよ、そこので7月2日同じくね、チュラハマ大使がやってくる琉球青森チャタン長老大試飲会ということでね、要するにチャタン長老大試飲会ってことは、あのチャタン長老がタダで飲めるってことですか、イオンチャタン店で、しかもチュラハマ大使がそれを、進めてくれるという、まあ、チュラハマ大使といえばね、去年までのチュラハマ大使は知り合いだったんですけど、今年のチュラハマ大使は私、知り合いもお友達も全然いません。はい、まあそんな感じでございます。そういうわけでね、もう13分経ってんの、ここでちょっと曲のお届けしたいと思います。何かけりゃいいかな、用意してたんですけどね、ちょっともう今しゃべくりでね、何をかけていいのか忘れちゃいました。そういうわけでお届けする曲、2曲目、2曲目というか、ね、オープニングについての2曲目はこちら、クレイジーケンバンドで、と言いながらも、ユーミンの曲ですね、松任谷由実さんの曲で、コバルタワー。スタジオの中をなんか虫が飛んでる。スイッチね、ロケさんどうもありがとう。あのスイッチいっぱいあるんだよ。まああれだよ、あのシステムとしてはね、全くね、あの FM 講座の時と同じなんですけどね。ヤシさんもね、どうもありがとう。ヤシマさんもメッセージありがとう。ゆかりろ、今日もお休みです。もう最近ね、もう裏切ってるから、彼氏できたからね、もう俺と全然付き合ってくれなかったからね。窓開いてんの？なんか窓開いてる雰囲気のレベルで虫入ってるんだけど、ちょっと CM 行きます。
呼んで。おーい。はい、そういうわけでね、後半の方いきますけれども、後半の方ね、ちょっとね、一発1曲目かけたいと思います。さっきかけたのがね、コバルトアワーだったんですけれどもね、次の曲というか、まあ、ちょっとね、つなぎにというか、久々にね、もうこの後次はね、あのロックの番組かかる、ロックの番組やってロックガンガンかかるんですけれどもね、ちょっと私の好きな曲かけさせていただきましょう。WASP で、Realme。まだありじゃない？無時間なめってきてる。マジ相手なんですか？相手はないすごい急に、ね、10匹ぐらい入ってきた。ちっちゃいやつ、シロリみたいな。うん、そう。そういうわけでね、元曲はね、ザ・フーという、ね、バンドの曲なんでございますけれども、ね、そんな感じでね、WASP の曲でしたけれども、WASP のリアルミをお届けいたしましたけれどもね、後半ちょっとね、いろいろなんかね、ユーストリームで見てる人はね、ツイキャスとかよくユーストリームで見てる人はね、なんかパタパタしてるのがね、ちょっとお分かりいただけましたでしょうか。ね、まあそれはちょっと後半のお届けしますとね、なんと7月8日、七夕の次の日7月8日、7月8日にね、沖縄総合運動公園ね、サイクルセンターの方で、コスプレのイベントあるんですよこれね、果たしてコスプレのイベントと呼んでいいのか、すっげーレベル、あのね、あのすっげーハードル高いコスプレのイベントあるんですよ、7月8日ね、もう一回言いますよ、7月の8日土曜日七夕イベントということで沖縄県総合運動公園で、行われます。なんと自転車とボートが無料になる、コスプレイベントございます。どういうコスプレなのかというと、男女ペアかつ織姫彦星のコスプレの方、これちょっと待って、一組も来ないんじゃないの。ちょっともう一回言いますよ、7月8日だね、七夕イベント沖縄県総合運動公園サイクルセンター、男女ペア織姫彦星のコスプレで来た方、自転車とボートが無料って、ちょ待って、これ織姫とか彦星のコスプレ持ってる人いるの？
むしろ男女ペアだよ。あの女の子同士ペアとか男同士ペアじゃないの、男女ペアで織姫彦星のコスプレってすっげえハードル高くない？これちょっと勘弁してよねって感じだよねこれね。でもコスプレのイベントなんでね、よかったら参加してみてください。で同じく7月7日、七夕イベントです。こちらも七夕イベントで、こちらは俺おすすめですね。7月のね、8日土曜日ね、1時半からと3時と4時と5時ね、もう一回言いますよ。場所とかなんで後から言うかっていうのをよく考えてくださいよ。1時半、3時、4時、5時から、牧師駅前、那覇ですね、那覇、モノレール、牧師駅前星空公民館で、入館無料プラネタリウム体験、七夕にちなんだ、七夕特別無料投影が行われます。プラネタリウムタダで見れるとなかなかいいよね。あの実はね俺ね障害者だからね、美ら海水族館のね、美ら海水族館もタダだしね、実はプラネタリウムもタダなんだけどさ、星空公民館まだのプラネタリウムまだ行ったことないのよ。ぜひ行きたいなと思ってます。同じく7月8日ね、今度は那覇からまた沖縄総合運動公園の方に戻ってきます。沖縄総合運動公園中央駐車場で、7月8日、ね、午前10時から、1時まで午前10時から1時まで青空フリマ、ね、フリーマーケット行われます。というわけでね、いろいろ見ましたけど、それはまだ7月のちょ待って7月の8日までのね分のイベントしか読めてないし、ちょっとイベント情報ってさ、沖縄ってイベント多いから多すぎるよね。そういうわけでね、残り時間1分となりました。メールのをいただいてます。老犬のグメンさん、夏なんで涼しくなるアニマ兄貴の怖い話聞きたいです。リクエストします。ダメです。私の怖い話は放送禁止です。放送禁止レベルのものしかないので、放送できません。そういうわけで、ツイキャスのでもねコメントいただけます。老犬さん、わーす、いつもはゆかりろって女子がいるのか女子なのかどうか分かりません。ゆかりろお姉さんですね。それからピサさん、こんばんは、復活している、来たーね、来てますよ、もちろん来てますよ、うん、もう1年やってますからね、ハード、うん、そう、いろいろ来てますけども、残り20秒だよ、もう、ああ、もうどうしよう、どうしよう、ね、そういう感じでね、また来週までね、あと残り10秒だよ、そういうわけでまたね、来週もね、アニマ兄貴のクールジャパン沖縄、お楽しみ、それじゃあまた来週、まったろー。はい、それではどうも皆様方のどうもありがとうございます。すっげえハードか。どんどん増えてる虫。あ、マジで虫気付けて口の中入ってくるし、ほら見てこれ本当に虫感が、うん、来てるから。あの、喋ってる時に口に入ってくるからちょっと気付けて。マジで、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。なんでだろう。そんな感じよ。でも今のところ全部窓はもう閉めてる状態なんですよ。じゃあ殺虫剤撒くしかないね、閉め切ってこの番組の間に。バルさん炊けばいい。バルさん炊けばいい。黙々の中でスーッと音だけ。